はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。女性パーティーで挑むロマンシングサガ2、では前回の続きからやっていきましょう。ルドン鉱山ですね。まあ、ちょいとルドン鉱山じゃねえや、メッシナ鉱山か。レベルを上げたので、まあ、ここは戦うやつだけ戦って効率よく進んでいきますか。強力なね、魔法が欲しいんだけど。日本宇宙ってきた。あ、ゴブリンかと思ったらゴブリンの種類が違うじゃん。弓ゴブリンになってる。おお、催眠役立つね、催眠の見切り。持っとこうかな、このままずっと。魔法キャラは基本的には技使わないんで、見切りを全部つけとくのもいいかもしんないっすね。このままダッシュ。 OK。 さて、じゃあこの中はどうやっていくかな。左の方から降りてみましょうか。普通にあのバイカーが出てくるようになりましたね。二段切りで倒せるかな。余裕余裕。やっぱりデタラメ屋の火力がなくなってきたから、アローレインを覚えるまではデタラメ屋をちょっと中心的に使っていきましょう。暗い何なのこの暗いって。基本的にはもうずっと土でいいかな。でちょっと攻撃に参加してほしい敵が来たらファイアボールを使っていきましょう。こいつ生命の水なんて使えんだ。まあ、確かになんか魔法戦士って感じだからね。魔法戦士っていうよりはあれか、なんか僧侶みたいな感じっすよね。コンボを持ってると僧侶っていうイメージがあるんですけど、このヒトデ君は早いな。やっぱりこいつ人でも早いな。弓もね、そろそろ別の弓が欲しいんだけど、開発する気にはなれないんですよね。やっぱりどうしてもここは突破できないかな。うん、狭いからね。ゾンビはどのゾンビが強いんだかちょっとわからんな、これ見る限りは。ひたすら混合力で頑張るっていう。これゾンビでしょ普通の。弱いね。レブナント強そう。おおマジやばい。ライトボールでいなくなれ。うん、ゾンビ相手には効きますね、ライトボールも。あれ今どっちだった、上だった。混合力でいいでしょう。91か。やばいやばいやばい。そう、ライトボールもね、ちょっと当たるようには。あ、やばい、これは。なってきたけど。相変わらず剣が強いっすね。明日か。こっちでいいのかな。あ、宝箱だ。まあ、これはこれでいいっすね。ロブオーメン。証券だっけな。10万円。ロブオーメンは、証券ですね。なんか効果あるかな。証券使いはいないからね。あ、でも最悪フルーレではなくなったから、敵を狂わせる力を持つ。混乱の固有技があるのかな。こいつらみんな一緒かな、喋るの一緒だね。回避に使わせてもらったよ。やつを迂回して敵から逃げる。なんでさ、俺は戦わなきゃいけないのにさ。あ、そうか、やつらは労働力だからか。そういうのモンスター分かってんのかね。
ちょっとこっちだな。バイカーはフリーファイターで倒そう。フリーファイターの方が攻撃力高いでしょ、皇帝より。んー、どうなんだろうな。こいつの防御が高いっていう可能性もあるからね。なんか鎧着て盾持って結構装備は充実してそうだから、こいつらは回避できないか。水の精霊強いんだよね。短冊で行こう。確実に倒す。ファイアボールは効かないけど、ちょっと後ろのやつを狙っとこう。これが強いんだよ。スタンしたし、やばい、死んだ。短冊で確実に決める。おりゃん。どうしようかな。攻撃をしていって、月光で蘇らせよう。ソフィアでも遅いんだよね。ソフィアじゃないけどさ。あ、倒しちゃった。結構技術点入ったけど。でここを降りていけばいいのかな。スライムか。よし、まあでもこの昆虫みたいなやつと戦うのはしょうがない。いっぱいいる。月光じゃなくてライトボール、どうしようかな。ファイアボール打っちゃおうか。敵いっぱいいるし。ほら、体当たりは強いんだよね。でたらめや。お、みんな暗い、みんな。おお、セルフバーニングか。じゃああいつはちょっとほっとこう。そうすると、こいつを攻撃して、で、弓、瞬足だな。で、攻撃で、リザードマン。で、ライトボールの、ファイヤーボールは効かないから、もう混合力やるしかないよ。80くらいだっけ ?121 か。ポイントか。おっと、スライムが攻めてきてた。これは下でいいでしょう。んー、広い。どっちだ。何もない、こっちに話そう。何も変わんないと思うけど、せっかく来たから。働いてんのあれ。みんなさ、働いてるふりしてるんじゃん。とりあえず働いてるふりをしてモンスターの目をごまかそうっていう。あれ、わからん。あれ、どっから来たっけ。クラブロブスター、ちょっと初めて見る敵だから全力で行こう。全力は短冊切りっすね。足がらめ効くかな。一体か。まあいいや。全然あのレイン覚えないな。52、縦で52か。完全にカニをさばいてるよね。意外に経験点はなかったな。おお、すげえ深いなこの鉱山。二段切りでいいかな。足がらめ使おうか。足がらめっていくつだっけ、2だっけ。変える。よし、ナイス。おらん。よし、10、レベルアップ。わあ、またこのパターンだ。このパターンマジ辛い。
どうすかな、まあデタラメを、デタラメよりはこれをちょっと打っとくか。短冊でどうせ倒せるからね。でライトボールのファイアボールで後ろのやつを倒そう。お特攻、ライトボール当たれば倒せるんじゃん。393じゃ死なないってことか。ギョエースタンした、これだよこれ。短冊、あとは攻撃でいいでしょう。どうしようかな、またライトボールでいいか。混合力、ん？倒せる？倒したか。よしよし。最近そんなに頻繁に上がらなくなってきたからね。あれ？どっち？この右とか、あ、やっぱね、なんか、すげえいけそうな感じがしたもん。ちょうど出てきたしね、敵。そういう親切設計になってるのかな。こいつは、あれを使ってくるからね、セルフバーニング。確実に短冊切りで仕留めましょう。魔法防御ってどうやって決まるんだ。やっぱり防具かな。なんかね、防御力ってあるんですけど、実際のね、この属性的なものはね、8個あるんですよ。8個。その残とか月とかだとか。あー、回避してきた。回避したくせにダメージ食らってんな。短冊切りだから多難ヒットすんのか。1ヒットしかしないやつは1回で回避されちゃうけど。おお、そうするとボスだよね。もう絶対護衛がいるよね。どうしようかな、2段切りでいいかな。でこいつはこれでいいや。混合力、おい、ミスりやがった。ライトボール、あの骸骨くん意外に弱いんだ。こいつら自体が弱い。うん、後ろのやつが強いかな。あ、こいつが強いか。デタラメのやつか。ただね、ボスは強いからね。おりゃー、アックスボンバーゲッツエ一列撃。おお、一列しか食らわないか。危ない危ない。月光で回復しよう。ポイゾナスブロー、やべ、こいつ強いんだな、普通に戦うと。なんか今まで瞬殺してたから、こいつの強さを目の当たりにする前に終わってたかんね。よし、ヒットポイントアップ。ちょ、隣に行って、うわー、セーブしようと思ったのに。土の精霊とか大丈夫？全力で行こう。デタラメアでいいかな。短冊一体ずつ確実に仕留めよう。一応月光じゃなくてライトボールって言って、足絡み効くかな。アロレに覚えてほしいよな。アーフィー回復してくんね。足絡め、あ、土の精霊だからよく考えれば効くわけないよね。これストーンシャワーとか使ってきたらかなりやばいな。とりあえず短冊切りで、え、足軽め使ってきた。マジか。短冊切りで1体倒せるけど、ストーンシャワーを使われる前になんとかしよう。ってことはファイアボールだな。くらえ、混合力、混合力。こいつこれしか使えないもしや。ストーンシャワーとか
そんな高等な技は使えないのかな。あーもったいないな。まあいいや、ライトボールはねもう効かないからしょうがない。こうなると困るんだよね本当に。よしこれは決まったな。あーもうビーストスレイヤーしか使えないこいつに至って何にも使えない。混合力使おう、ビーストスレイヤー。なんか2本打ちより強そうだよね矢が4本くらい飛んでったし。さよなら。 OK 上がるね。大地の世紀、お、これはまた自力で帰るのか。なんか宝箱あるかな、離してこう。この鉱山は良い鉄が出るのだ。お前ら今までモンスターに働かされてたのはどうしたんだとりあえずあの中央にあった宝箱2つだけかな。どうせこいつらも良い鉄が出るのだとかしか言わないよね。特に何にもないね。なさそうだ。もうこのまま帰りましょう。で武装商船団か。あれどっちだ、こっちじゃねえや、こっちは宝箱だ。ここか。ここの宝箱でいくら手に入れたっけ。10万円だっけ。まだ金不足だよな。そろそろ大学とか作れそうだしね。ピョンって入るんだよ、ピョンって。へい、お頭、倒してきたぜ。俺たちに協力するんだ。さすがは皇帝陛下。次は、船底の掃除をしてもらいましょうか。あったね。なんかね、ほこりがいっぱいあるんですよ。で、これをボコ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 って取る。皇帝も大変だ。掃除をしないといけないから。自分の城はいつも、自分で掃除をしているからね。船が動いているわ。あれ？そうだっけ？どうすんだっけ？これで綺麗になった？てか全部綺麗にする必要ないの？船が動けばいいのかな？おい、なんで船を出したんだ？あれ、いなくなってる。みんな上に上がってんのかな？どこへ向かっている？誰が船長だかわからん。みんな同じ顔してるから。うろちょろするのは邪魔だ。変わんねえな。俺は海が好き、海が好き。あれ船長いなくね。この上のやつとか話せんの？もう話せないよね。おろろろろ、どこへ行けばいいんだ。また掃除すんのか。こことかなんもないよね。お、また汚れている。なんて汚い船なんだ。一瞬にして汚れがたまる。これはもう隅々まで洗うために一列ずつ確実にやっていこう。よいしょ、よいしょ。うん、これ絶対大丈夫でしょ。てかやる必要あったか。あれマジでどうすんだ。まず船長がどこにいるんだかわからん。やはり上に出るしかないか。あ、いつの間にかついてる。言ってくれよ、ついたぞーって。ピカピカにしないとどやされるぜって言ってるけどさ、船底超汚かったよね。皇帝陛下、よくおいでになりました。それで一体どんなご用件でしょうか。
帝国に所属する全ての船の安全を保証しなさい。ほう、安全の保証ね。毎年の通行料を納めてもらえれば安全は保証しますが。まあ払いますか。これって収入下がったりするのかな。皇帝陛下はなかなか太っ腹だ。これで取引は成立だ。毎年頼みますぜ。丁重にお送りしろ。武装商船団との問題も解決し、北ロンギットで足場を築いたかな。ちょっと分かんなかったな、最後の方。早いんだよこれ。まだ年代は経ってないよね。お、誰か。帝国も大きくなったわ。有能な人物を集めるために出た。大学、大学を作ろうと思うの。どのくらいかかる。200万。金がない。まさ、マジですか。今いくらあります。財務省。おお、あと少しじゃん。これ戦闘すればたまるんじゃないか。1万6800円でしょ。あの金のなる木、あとで行ってみよう。どれくらい成長したか。成長してなかったりして。情報を集めております。あ、何にもない。297回で、まだ年代ジャンプは経ってないから、もう少しどっかをうろつきますか。そうするととりあえずじゃあ金のなる木を見に行こう。あと術も見よう。新しい術が欲しい。そろそろ土もね、アースヒールが使えるようになると回復に回せるから、まずは天から。モニカ。おお、何にもない。まだあげないとダメか。火は、火はあんまり使ってないけどね。これはリリー。おお、覚えられん。あれ、これって別にさ、皇帝のやつをあげなくてもいいよね、確か。皇帝のあげないとダメなんだっけ。デイジー、リリーにして。何にもない。マジか。だって皇帝だと全種類覚えられないからね。相反する属性は覚えられないんで、いいはずだよね。大丈夫大丈夫、このまま自分を信じて。じゃあちょっと金のなる木を見に行こう。どうだ金のなる木。今俺ちょっと金必要なんだマジで。お、陛下、アバロンの木が成長しましたぞ。現在2600クラウンの収入があります。おお、ちょっと大きくなってんね。成長が楽しみだ。わずか1年であれだけ成長したとは。最初の方全然成長してなかったのに。じゃあ次はどこへ行きましょうか。ここを制圧したから、ヌオノ。ヌオノはさっきの町ですね。武装商船団がいた。じゃあちょっと、ルドン高原の先に行きますか。ルドン高原を通ってさらに下へ。よし。はい、というところで、じゃあ次回はこのルドン高原を通ってまた新しい地へ行きたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画が面白いと思った方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。また動画の説明欄に Twitter のリンクも貼っておきますので、フォローしていただければ幸いです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。